下のゲーム、勝った方がグループリーグ1位、そして負けた方が2位ということになるわけですが、明日の試合は両グループともに1位に決定戦という形になるので非常に重要ですけどね。そうですね。さあ、それでは今日行われましたこの試合ハイライトで振り返ります。なんといってもイタリアボローニャの先発ジオの乱調が痛かったわけですけれども、初回2つのフォアボール、ランナー2塁3塁から5番チェン・ユンジュのタイムリーヒットで統一ライオンズが2点を先制します。1安打で2点取りました統一ライオンズ。さらに2回の表もワンアウトでランナー1塁3塁という場面で1番のリン・ジーシャンと2番リュウ・フーハオ、この2人に連続タイムリーが出るわけですけれども、このあたりも高橋さん、ドイツライオンズいいところでタイムリー出ましたよね。うん、そうですね。フォアボールでランナーためてストライクを来たところを積極的に打っていくというね、はい、いいつながりを見せましたよね。はい、さらに4回です。ここもランナーを2人置いて2アウト1、2塁から3番のパン・ウーシャンにタイムリーヒットが出ます。5回にはノーアウトランナー1塁から6番のガウ・ゴーチンのタイムリーツーベースヒット、さらにこの後犠牲フライとエラーでこの回計3点取るんですけれども、まあ本当にいいところでタイムリーが出たりきっちりと犠牲フライを打ったりと、統一ライオンズの方は高津さん、ある程度はこう自分たちのやりたい攻撃ができたのかなという気もするんですが、まあそうですね、ここでもう1本というところでね、しっかり打ててますので、はい、まあ、今日も相手のミスのフォアボールからですけれどもね、うまく点は取れてますよね。つながってうまくつながってますよね。はい、さあそして7回の表、ここも連続フォアボールの後で1番のリンジーシャン、ラッキーな打球ではありますがタイムリーヒット。さらには2番の リン・フーハオの犠牲フライ、これがゴールドゲームに必要な10点目ということになりました。もう統一ライオンズの得点シーンばかりをご覧いただきましたけれども、投げる方でも先発のワン・ジンミンが5回まで2安打、そしてリリーフしたリャオ・ウェンヤンが6回7回の2イニング数パーフェクトですから、高橋さん、もうピッチャーもしっかりと仕事をしましたよね。うん、そうですね。まあ、ベンチとしては今日は本当に、計算通りといいますか、シミュレーション通りのゲーム展開だったんじゃないですかね。はい、これ木村さん、冒頭でですね、やはり台湾シリーズ終わった後のこの実戦感覚という問題も含めて、それからゲームの中場でも決してこう本来の振りではないんじゃないかというお話もありました。ただその試合感覚的な部分などいろいろ考慮すればある程度、初戦にしてはいいゲームできたのかなという気がしますが、そうですね。まあ結果的にはもう100点満点だったと思いますね、統一の方からすれば。はい、まあ、これであとは明日のゲーム、韓国サムスンライオンズの対戦というのはますます楽しみになってきますけどね。ただまあピッチャーに本当によって試合大きく変わるんで、はい、明日は突然打てなくなるってこともありますし、それがこの短期決戦怖いところですね。はい、やっぱりそのあたりはピッチャーの力というものを考えても、統一ライオンズの、失礼、サムスンライオンズの投手に打つというのは今日のようには簡単にはもちろんいかないと思いますし、タイプが変わってくるとやっぱりガラッと攻め方も変わってきますんでね。はい、さて、グループ A の星取り表をご覧いただいています。今日の結果を受けて、一番上にありますこのボローニャは2戦2敗で、グループ A での敗退が決まりました。上位2チームが準決勝に進出しますので、この時点でサムスンライオンズと統一ライオンズ、この2チームの準決勝進出が決まりました。明日の試合で勝った方のチーム、明日はナイトゲームでこの両チームが対戦するわけですけれども、勝った方のチームが1位、そして負けた方のチームが2位ということになります。アジアシリーズ2013、今後の放送予定をお知らせします。明日午後1時55分からアジアシリーズ2013のゲーム5、オーストラリアのキャンベラ対
東北楽天イーグルス戦を、さらに午後7時25分からはゲーム6、チャイニーズ台北の統一ライオンズ対韓国のサムスンライオンズ戦を、ともに J スポーツ1で生中継いたします。ぜひご覧ください。今日はアジアシリーズ2013ゲーム4、ヨーロッパカップチャンピオンのイタリアのボローニャと、そして台湾の台湾シリーズチャンピオン統一ライオンズの試合をお届けしてまいりました。解説は高津慎吾さんと木村浩一さんでした。お二方今日も、今日長い時間ですがお付き合いいただきましたけれども、これで両チーム、統一ライオンズとそれからサムスンライオンズの明日の対戦を楽しみにしたいと思います。お二方今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。統一ライオンズが10対0コールド勝ちで勝ったゲームでした。実況担当は節丸雄一でした。